嬉しかった、ちょっともちょっと息合ったものの作るという、まあ、そんな2009年だったんじゃないでしょうかね。2年ぶりのリーグ優勝。今日は45分という時間の限りもありますので全てを紹介というわけにはいきませんけれど、印象に残るヒーローインタビュー続々と紹介していただきたい、いきたいと思います。さて、最初のインタビューをお聞きいただきますが、今年はWBC ワールドベースボールクラシックがありました。開幕が4月の3日だったんですね。ところがその開幕3連戦札幌ドーム、楽天を相手にまさかの3連敗となりました。ですから今この